写真拡大。広島阪神4日マツダスタジアム。阪神の新外国人ヤン・ハービストラーテ内野手が課題の守備でまたもほころびを見せた。来日以降は遊撃、二塁、左翼など様々なポジションで起用されているストラーテ。この日、5番二塁で先発出場したが、2回に早くも痛恨の失策を記録した。2回1から広島、西川の打球は何でもない二塁へのゴロだった。難なく捕球したストラーテだが、余裕を持っていったはずの送球が右に大きく逸れて一塁手、マルテは捕球が精一杯。信じられないようなプレーで出塁を許し、ベンチの矢野監督も表情を失った。初回に5連打で5点を失っている阪神先発岩田は、これ以上得点を許したくない状況だったが、失策はやはり失点につながる。西1、3塁から鈴木に敵地だ。さらには相沢にも中前打を打たれ、試合は早くも7-0と一方的になっている。